パイロットは、ホンダ技研工業が生産し、販売する中型 SUV 車である。日本国外でのみ販売されており、中東地域では MRV の名で販売されている。アメリカ合衆国、オハイオ州とカリフォルニア州にあるホンダ R&D a m リカズインクでデザインされ、2002年6月に北米で発売された。姉妹社の MDX よりも落ち着いた。 性格付けがなされており、CRV の兄気分といえる。価格は、LX が26,900ドル、EX が29,270ドルと、MDX より安い価格になっている。LX には、V63.5 リットル、再次 CB テックエンジン、5速、AT、VTM-44WD システムが、搭載され、EX ではこれにアロイホイール、 クライメートコントロール、8ウェイパワードライバーズシート、2列目シートに子供用のアクティビティトレイなどがオプションで付く。その他のオプションとして、カーナビゲーションシステム、2列目 DVD システム、レザーシートやサンルーフ、フォグランプ内装大型バンパー、オーバーフェンダーなどがある。ボディは後半製で、ドア内部には側面衝突時の安全性を高めるビームを装備。エアバッグは、 運転席、助手席ともに、フロントとサイドの両方にある。また、ボートなら2 0 4 1ラムまで、トレーラーなら1 5 8 8ラムまで、牽引することもできる。2005年のマイナーモデルチェンジで、V63.5 リットル再一 c i ビテックの VCM エンジンを搭載した f f 仕様も設定された。アメリカの有力自動車雑誌、カードライバーで、 ベストラージ SUV に2002年から2006年まで毎年選ばれ、5ベストトラックスにも2007年まで6年連続で選ばれていた。生産はカナダ・オンタリオ州にあるホンダ・オブ・カナダ・マニファクチュア・リングの第二ラインで行われていたが2004年よりアメリカの生産誌会社ホンダ・マニファクチュア・リング・オブ・アラバマに新設された第二ラインでも生産を開始した。 2008年1月13日から行われた2008年北米国際自動車賞にパイロットプロトタイプが出展された。デザインコンセプトはインテリジェントアドベンチャービークル。ボディサイズはわずかに大きくなり、ホイールも標準が17インチになった。A、ACE ボディ構造を採用し、安全性を高め、エンジンフードやフロントサスペンションのロアコントロールアーム、 リアサスペンションナックルなどがアルミニウム化され軽量化した。テールゲートのガラスハッチ開閉やクラス3ヒッチ、ヒルスタートアシストなどが標準装備される。LX、EX、EX、L ツーリングの4グレードで展開され、全グレード FF と 4WD が選択できる。上位モデルにはトリプルゾーンエアコン、パワーテールゲートにメモリーパワーシート、 1 1 5ト電源、Bluetooth Hands Free リリなどが用意されている。エンジンは、先代と同じ J35A だが、気筒休止パターンが3ステージとなった VCM のみとなり、さらに最高出力、最大トルクともに向上している。4WD のトランスミッションも、先代と同様の VTM-4 である。2012年モデルでは、エクステリアでは、 フロントグリル、ヘッドライトデザインが変更された。フロントストレーキの改良で、空力性能も向上、エンジンの改良などと合わせて、EPA 燃費が2011年モデルと比較して、1から 2MPG 向上した。EX より上位のモデルでは、ホイールサイズが18インチと1インチアップした。インテリアも、素材の改良や、コンソールのレイアウトが変更された。オーディオや ナビゲーションシステムなどもアップグレードしている。その他車音性の高いアコースティックフロントガラスが全車標準装備され EXL グレードにはパワーテールゲートが追加された。2012年11月30日に韓国での発売を開始した。二代目より生産はアラバマ工場のみで行われている。2015年2月のシカゴオートショーで初披露され、 同年7月より北米で販売を開始した。ボディサイズは全長が約8センチメートル長くなり、その結果室内はタンデムディスタンスやカーゴスペースが拡大、3列目シートを畳まずに過室に82クオートのクーラーボックスを乗せることができるようになった。全高は約2.5センチメートル低くなり、空力性能が向上。最低地上高も 1> 約1.7センチメートル仙台より低くなり、室内でもフロアやヒップポイントが低くなった。三代目 MDX と同じくシングルオーバルライトトラックプラットフォームを採用三ボーンデザインのアンダーボディを持つ。仙台より車両重量は300ポンド減と大幅な軽量化を果たしている。エクステリアでは LED テールライトを標準とし、上位グレードでは LED プロジェクターヘッドライトも採用する。テールゲートは先代のガラスハッチがなくなり、軽量でシンプルになった。ホイールは標準18インチで、上位グレードは20インチと体系化された。インテリアでは Android ベースの8インチタッチスクリーンオーディオシステムを用意。USB 給電は 2.5A までに対応する。2列目シートは EX-L グレード以上で、 ワンタッチスライド機能を装備、トップグレードのエリートでは2列目は2席のキャプテンシートになる。エリートでは、ホンダ北米モデル初のパノラミックガラスルーフも採用する。エンジンは、直噴3 5 l v 6 i ビテックで、最高出力 280HP、最大トルク262ポンドフィートを発生、先代より 30HP、9ポンドフィートのパワーアップを果たした。 牽引能力モードモデルで5000ポンズ、2WD モデルで3500ポンズにアップ。トランスミッションは6速 AT と、上位モデルでは、アイドルストップ機能付き9速 AT を採用する。EPA 燃費は、仙台より、シティ、ハイウェイ、コンバインそれぞれ1から 2MPG 向上した。4WD モデルでは、トルクベクタリングも可能となった新型の VTM-4 を採用。 TLX や2016年モデルの MDX に搭載される電動油圧ポンプと油圧クラッチを使った新タイプの SHO ードと同様のシステムとなっている。MDX や TLX とは異なり、クルージング時は全国動力が100、0となる。SHO ード同様リアを2.7%増速させており、コーナリング時などには降臨左右100、 例のトルク配分が可能。さらにインテリジェントトラクションマネージメントシステムにより、路面状況に応じて、コンソールのボタンで、マット、サンド、スノー、ノーマルの走行モードを選択できる。なお、二台メリッジラインは、灯台とエクステリアの一部を共用することとなった。ありがとうございます。